タゴリョウタ、ハズキ、シェアザ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 、な、そう、なんで俺が知らんことがある企画。僕も何も知らなかったんですけど、さっきね、一応ニコさんのからの、企画聞きましたね。というわけで、本日はこんな企画をやらせていただきたいと思います。というわけで、本日の企画、先行ツッコミ in 新大久保。新大久保のは知ってるよ。今公園連れてこられたから、こちら、今回のメインテーマは先行ツッコミでございます。前企画でやったことあるじゃないですか。あるあるある。お前昨日ジブリ寝て見てから寝たんかみたいな。だから用意されたツッコミに対してのボケをやりまくるやつやな。そう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 。めっちゃ嫌いよ俺。いやめっちゃ難しい。むずいで。ハードルが上がってる。入ってきた人が俺たちのパーソナル好きになってもらえるのためには、やっぱり企画の面白さだけに頼っちゃまずいぞと。今回修行ってことですね。まあ近いですね。オッケー。うん。なので頑張ろう。本日はですね、大久保新大久保かけまして先行ツッコミゲーム、みんなで楽しんでいけたらなと思います。よし、じゃあ早速いきましょうか。それではやっていきましょう。 It's Showtime。 はい、それでは早速ですけれども、あ、もうこっから、あ、だからもう駅戻っていくんで、まあ、それでは基本的には随時撮影してもらいます。あ、今回突然誰がやりだすか分かんないんで、まあ、あ、なるほどね。だから常にアンテナ張ったからかな。そうですね。早速ですが、第1問のお題を教えていただければなと思います。まず簡単なところから、はい、ブレイキングダウンか。これ簡単なの？まあ今ね、話題のね、もうそれこそ撮影日、まあ前日ですか、ブレイキングダウンの本戦ありましたよと。なんならチケット買って見てたでしょ。見た、ね、自分の誕生日の日にブレイキングダウン見てた。好きやん。全部見た。こん中で言ったら多分葉月くんが一番知識はないのな。いいかな、見て。逆にやりやすくない？やりやすいの。まあそれはもう葉月くんは知らないんであれば、ちょっと想像でやっていただかないんで。めちゃ。では早速ですが、街ブラ出発していきましょう。無理やっ、ガチで無理、ガチで無理、どうしよう。もう始まってる、始まってる。ちなみにさ、でもさ、漫画、なんか食べたいものとかありますかって話だったら、ここに漫画置いてあって、漫画って言っちゃった。セラフォーマンス20巻です。ちょっと読んでみたいなと思うんですけども、ちょっとタバコなんかこう、生かしてる。ブレイキングダウンか。無理や、むずすぎる。これは無理や。ブレイキングダウンなんで。いや、だからめちゃくちゃっていうか、普通じゃやったらあかんことやってるから、流せるかわからんねんけど。僕、車蹴ろうとしたもん、今。いや、この坂、勾配きちいだ、ほんま。ブレイキングダウン。きつないやろ、通り出てから本番みたいな感じなんでね。これちょっと肩慣らしではありますよ。まあでも新大久保とか大久保らへん、外人さん住んでる人多いですからね。確かに。え、誰に会いたいっすか。あれ、モハンは。いやいやいや、ダウン。あー、そっちゃうなとかね。うわー、リアルやな。ほんまにできひんもんな。ブレイキングダウン。試合前映像。こういうところで。涼太が積極的なところが逆にお前ブレイキングダウンかい。あれさ、ほんまはそうじゃないのにさ、アピールですごい積極的になるからさ。そうね。もうそれがブレイキングダウンかよ。ちょ、それっぽいの一回打ってみたら。あ、打った。ブレイキングダウンか。ちゃうか。ブレイキングダウンちゃうか。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 いや、ないそれ、ないそれ。むずいよな、俺も全然できへんよ。ちょっとじゃあ、通り出たんで、新大久保の方向かってみますか。ね、ね、あっちやね。うわぁ、あ、え、ゲンジ久しぶり。おい、ブレイキングダウンか。ブレイキングダウンか。ジューシーな。やめろお前。とりあえずさ、飲み物をちょっとさ入手しない。それはもし、あ、タピオカとかさ、ね、新大久保っぽいやつ飲もう。そうやね。じゃあタピオカ屋さん着いたんで、はい、ちょっと一旦飲み物を買いますか。おいね、お、誰か先買っていいよ。やったやった。じゃあ俺行こうかな。行っちゃえ行っちゃえ。行こう行こう。全部美味しそう。
どっちなの？先行くの？さ、先行っていいって言ったよ。いや、俺が行っちゃう。俺が行くじゃあ、俺先行くって言ったよ。俺が行くって言ったよ。ブレイキングダウンやねん。どっかでかもちろん分からん。今日初食べ物やねん。やばい、来ましたね。嬉しい。トルネードホットドッグいただきます。トルネードホットドッグじゃん。ブレイキングダウンか。おお、俺もいただこう。伸びる。やんげん飲めへんやん。マッパやんの。マッパやんの。オグちゃんと戦った時のやつやさ、ブレイキングダウンか。みんなうまそうやな、なんか。なんか白だになっちゃう。いいな。そろそろじゃない？お題が。変えますか。変える。変える。次のお題。はい。ちょっとだけアホなん。まあでもさっきよりやりやすそう。まあまあまあな、いろんなね方向性あるから、ね、知識も関係ないし記憶力もいらんから、うん、いきますか、うん、いきますか、うん、危ない落ちる。うわこっちに持ってもうた。最悪や。ちょっとだけアホなん。ちょっとだけアホなん。一つ噛んでたらもう汚れんかったのに。最悪やもう。髪ないし。みんななんかちょっと一個食べていいですか。いいよ。犬か。企画分かる。何でもいいと思って。ちょっとだけアホな。そう、タバコ吸わんし、ガンの飲み物なんか飲むわけない。じゃあ食べますね。うわー、びっくりした。あれ、俺自分飲んどっちやったっけ。どっちやったっけ。こっちや、こっちか。今のどっちなん。もう分からんかった。あ、ごめん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 。ほんまに分からんかった。あ、そういうこと。いや、じゃあちょっとだけアホなん。ちょっとだけアホやんちゃう。やばい、ちょっと待って、もうなんかめっちゃ手汚れてきた。やば、マジで。あ、俺飲み物で分かった。ちょっとだけアホなの。洗うんやけど、そういうの。俺ももしもしって、ごめん、ちょっと待ってな。携帯探してくれって。ちょっとだけアホなんそれ。携帯探してもらうな。ちょっとだけアホやん、こんな。これ丸く。アホなん、ちょっとだけ。カメーカメーです。もうちょい奥やったらカメー。そこやから。回してる。そこやからカメーだけ。俺クックパッド食べやすいご飯作れるな。覚えたらいいよ。何があってもさ作れるやん、うん、調味料これ入れてこの味とかも自分でその感覚を身につけてしまえば、うん、やってたらできるよ。そうなの。酒、醤油、みりんとかさ、さしすせそあるじゃん、うん、あ、料理のさしすせそ言える。りょうたくんは言える、うん、ちょっと教えてよ、料理のさしすせそ。砂糖、醤油、スープ、うん、セロガン、うん、掃除機。ちょっとだけアホな。だいぶアホな。だいぶアホな。一個だけ間違いやんと。それがいいからやん。俺が教えたのか、うん、ちょっと教えてください。差し進めな。差し進め。やかん、うどん、コアラ。お前誰に向かって口聞いてんだよ。ブレイキングダウンまでやってる。ちょっとだけアホや。ちょっとだけアホやこいつ。お題変えますか。じゃあ変えますか、はい、もう最後ですかね、うんうん、まあ、ちょっとね、あのこのね、何もね、新大久保じゃなくていいやんこれ。これ別に家の周りでいいねんこれは。じゃあ最後は、はい、今日売れな死ぬんか。ああ、どうしても売れてる、人の注目浴びたいとか、ウーバーイーツのバイク止まってるんで、ボッコンして盗んでみます。おー、今日俺ら死ぬんかお前。今日俺ら死ぬやめとけ。絶対に犯罪まで起こそうとすんな。犯罪は悪いんですか。ボッコンって何。自転車のサドルとかでこうやって上げて、バイクの鍵穴とかバッキンやって、バイクの絶対良くない。絶対良くない。経験者やってない。やってないねんって。こ
帰るの無理やろ、ほいで。全財産道路に置いて、誰か取るのか見てみて。じゃあ、今日俺も知ってるか。こんなんもう、温度は勝ってるけど、こっち逃げてみたら。どうしよう。返して、返して。もうほんと新大久保じゃなくていいもんね、こんなんまでと。ああ、ちょっと何してる一方通行の道で人寝てても車避けてくれるのか検証してみた。今日俺ら死ぬんか。そんな体張らんでいいっすよ。そんな体張らんでもう俺ら死ぬんか。俺さっきチーズボール5個食って金猫あるからシェン飲んでてくるわ。何の話や。何の話や。そうそう、ラストぐらいにするか。やばいって。どうしよう。やばい、やばい、もっと出さなきゃ。どうする、なんかしよう。手飲みます。俺ら死ぬんか。無理やって。手飲みます。これ過去に繋がるらしい。恐怖だし。お前やめろ、そんな挑戦すんな。ただ運ばれるだけや、これゴミとして。ゴミとして運ばれるだけやでいいから。それなんかやだ、なんかやだ。思わないやつやと思われる。思わないやつやと思われる。どうしよう。最悪。今日売れてないし、今日死んだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったっすけどね。うん、うん、お笑い力も上がったよ。うん、上がったんや。うん、あんた最後何したか覚えてる？何したっけ？覚えてない？うん、やば。ん？やだ。やだ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 。